本日24日、20時50分に桜島の噴火警戒レベルを5に引き上げました。南岳山頂火口および昭和火口からおおむね3キロメートルの範囲では警戒が必要です。桜島では、本日20時5分に爆発が発生し、弾道を描いて飛散する大きな噴石が火口から約 2.5 キロ火口から約 2.5 キロまで達しました。桜島の火山活動は非常に活発化しております。南岳山頂火口および、昭和火口からおおむね 3キロ以内の居住地域、鹿児島市有村町および古里町の一部になりますが、その居住地域では大きな噴石に厳重な警戒が必要です。厳重な警戒をしてください。風下側では火山灰だけではなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るため注意してください。爆風に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどの恐れがありますので、注意をしてください。なお今後の降灰状況次第では降雨時に土石流が発生する可能性がありますので留意してください。さらに地元自治体等の、避難指示などに従って、危険な地域には立ち入らないでください。以上です。図表類の説明に入ります。噴火警報を発表してレベル5の、噴火警戒レベルの発表したわけですが、今火口から3キロの警戒範囲、この赤い線ですねを、警戒が必要な範囲とさせていただいております。後で説明しますが、今回の爆発によって、いくつかのカメラから見るとだいたい東側から南東を中心に噴石が飛んだのではないかというふうに今のところでは速報的ではありますが、そういった方向に噴石が飛んだであろう。で、私ども、福岡の火山センターの分析ですと、およそこの点々が 2.4 キロなんですけども、この 2.4 キロを超えると居住地域が有村地区とかに入ってくるわけですけども、ここら辺りに 2.5 キロぐらいの距離まで噴石を飛ばしたのではないかと今考えております。次お願いします。これが気象庁で監視しております、火山の監視カメラの映像であります。この爆発を起こした20時5分ごろの、写真静止画像でありますが、一番上にあるのが桜島の東側にある西方向を見ている、映像です。で、その下が黒神町という、やはりこれも東側から見ているカメラの映像です。で、おそらくこれとかこれですね、こういったものが一番飛んだ噴石なのではないかと見ております。で、右下の、垂水市にある、監視カメラの映像ですと、このように赤い噴石と思われるものが、ここまで飛散しているということが見えます。こういったことを分析して、緊急的には 2.5 キロまで噴石を飛ばしたので、飛ばしたというふうになっております。で、次お願いします。我々火山情報ですね、解説情報においても、これまで注意を呼びかけてきたわけですけれども、これが一番下のこのグラフが、グラフが上に向くほど桜島が膨張しているということを表すものです。ここに7月16日18日ぐらいから、21日、22日ぐらいまでに少しずつ膨張しておりまして、でその後膨張が少し緩んで膨張が停滞しています。で、私たちも
この膨張の分がまだ桜島の爆発噴火で解消しておりませんので、停滞しているとはいえ、一定の噴火があるのではないかということで注意を呼びかけてきておりました。で、今日本日の20時5分の爆発によって、噴火はしたわけですけれども、その後ですね、この膨張した分が解消したかというと解消はされていませんので、今後もこの膨張分がどのようなふうになっていくかということは我々厳重に警戒して、厳重に監視をしていきたいというふうに考えております。説明は以上であります。最後にもう一回防災の注意事項を、呼びかけさせていただきます。桜島では20時5分に爆発が発生し、弾道を描いて飛散する大きな噴石が火口から 2.5 キロまで達しました。南岳山頂火口および昭和火口からおおむね3キロ以内の居住地域、鹿児島市有村町及びふるさと町の一部においては大きな噴石に厳重な警戒をしてください。以上です。